きます。この時の弾き方は真横ではなくて斜め。誰でもできます。着物を着ることは誰でもできます。一つ麦の吉原幸子です。インド刺繍の生地で作った帯や足袋やコートを製作して販売しております。着付け師でもあるので、今着付けの教室で教えたり、それから出張着付けに出かけたり、はい、しています。元々仕事で着物を着てたんですけれども、しばらく着なくなったらすっかり忘れてたので、改めて勉強しようと思って習い始めたのがきっかけです。そしてその後にその素敵なインド刺繍に出会ったことで、これを和装品にしてみたいと思って制作し始めたのが、一つ麦のきっかけです。皆さんにリラックスをしていただくことですね。着物っていうと構えてしまったり、こう緊張される方多いんですけれども、楽しい気持ちでファッションの一つとして楽しんでいただくということを心がけてます。私はみんなと一緒に幸せになりたいって思ってます。聖書の中の言葉に、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいっていう言葉があるんです。で、私はいつもその着付けっていうのは晴れの日も多いんですけれども、悲しみの日っていうこともあるんですよね。で、そうした着る方のお気持ちに沿いながらお着付けしたいなというふうに思ってます。と同時に、せっかく脈々と受け継がれてきた日本文化なので、より若い方に受け取っていただけるようにお伝えしていきたいと思ってます。私は宮島の出身なんです。で、今までこう着物を中心にしてきていて、でこの壁での着付け教室がスタート、それから宮島での着付け教室もスタートさせます。で、これから、その着物を着てどこへ遊びに行くかとか、何をするかとかっていうのも大事だなと思ってまして、映えスポットである宮島でも着物を楽しんでいただけるようにツアーをしたいと思ってるんです。実際に着て歩いていただくためにオンラインツアーを今計画しております。はい、そしてよりたくさんの人に宮島に足を運んでいただいて、素敵なお着物をお召しいただいて、たくさんの笑顔の写真を撮っていただけたらと思ってます。君の見てる世界は何色、僕のは何色に見えてんの。着物っていう衣装は、力を与えてくれます。どうしても前に向かう気持ちが出ないとき、ちょっと気分を変えたいとき、そういう時に着物に袖を通してみてください。ちゃんと着れなくてもいいんです。いつもと違う自分になってみて、リセットして始めてみてください。やり方がわからなかったらいつでもお教えします。ぜひいらしてください。お待ちしてます。じゃなくて白で染められた世界で生きてく、染めようとしてみても